こんにちワイルド藤木かなです。はい、なんと釧路にやってきました。いい北海道。はい、なんで釧路に来たかと言いますと、カナは結構こういろんな釣り場に行って、そのめちゃくちゃ釣れた場所とか Google マップ上にポイントをつけて行ってるんですけど、それをパッと見た時に北海道の右下らへん、まあ釧路らへんっていうのかな、が埋まってないことに気づきまして、で急遽釧路にやってきました。でちょっとまあ魚を釣ってポイントをつけていこうかなと思います。でなんとですね、今回は飛行機のチケットを取るときに JAL がセールをしてまして、なんと往復1万2000円で来ることができました。でさらにマイルが6000マイルぐらい溜まっとったので、なんと往復6000円で来ることができました。バリ安い、安すぎてびっくり。というわけで、今お昼の11時なんですけど、今レンタカーを借りたとこなので、まずは釣りの前に腹ごしらえをしようかなと思います。というわけで大好きな回転寿司に行きたいと思います。レッツゴー。めちゃくちゃ氷が降ってきた。やばいよ、釣りできるかな今日。なんか向こうの方はめっちゃ晴れとるけど、どうかな、天気良くなることを願おう。こちらでございます。よいしょ、うわ段差が、よいしょ、ちょっと待って、向こうの方の空やばくない？何あれ、竜巻みたいになってない？えぐい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 、ちょ見て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 、えぐいえぐいえぐい見てよこれ、めっちゃでかいんやけど、ひょう、あられ、何これやばすぎ。はい、これで注文したいと思います。お願いします。はい、到着しました。ウーバーイカニ、エビ、ホタテ、お肉でございます。ただいま、ラスト、ごちそうさまでした。はい、というわけで食べ終わってきました。めちゃくちゃ美味しかった。もうやっぱり北海道のホタテはもう最高すぎます。もうナンバーワン。他のもめっちゃ美味しいんですけど、やっぱホタテ毎回食べてしまいます。はい、てなわけで空も結構いい感じに青くなってきて、雲もだいぶ雨雲は減ったんじゃないかなと思います。まあでもただ天気予報は結構ずっと雨なんですよ。まあなんとか、超絶晴れ女パワーを見せつけたいと思います。はい、てなわけで今から釣り具屋さんに行って、なんとしてでもホッケを釣りたいので聞き込み調査をしたいと思います。まあどの辺で釣れとるかとか、そもそも釣れとるんかどうかとか、はい、聞きに行って釣りに行きたいと思います。 GO! さあ、釣り具屋さん、あ、見えてきた。これ右のやつかな。右のやつですね、これ。ここ曲がれるんか、これか。さあ、なんかおしゃれやな。聞いてみようか。よいしょ、到着。すいません、今ってホッケ釣れてますか？今ホッケ釣れてますか？ホッケですか？はい、ホッケ白金店では釣れないですか？釣れないとは言わないですけど、あんまり聞かないかな、はい、岸からですよね。はい、岸からだってね、あんまり白金店は
もう行く人は、まあ、僕もちょろっとたまに行くのほとんどですね。構築会側とか、あっちの方行ったりしますけど、はい、こっち側のちょっとホッケ場の方にはちょっとこの ちょっと沖に出ないと釣れないですか。そんな感じ。あ、ちなみにおかっぱりだとなんか仕掛けってどんなやつで釣れますか。現在だと結婚やってる人が多いかな。多いですか。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じでした。うわ、なんか厳しそうやな。まあでもよ、可能性はゼロではないって言っとったから、まあ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 、チャンスはあると思います。ゼロパーではないからチャンスはある。で、まあぶっ込みが一番いいんじゃないかなっていう情報も聞けたし、あとは今サクラマスとかアメマスがなんか本州でいうシーバス感覚で釣れるみたいやから、ぶっ込みを投げながらルアーで狙うという作戦でいこうかなと思います。それが一番手っ取り早いと思う。アメマス、サクラマスも狙えて、でホッケも狙うという、もう三刀流よ。大谷翔平選手を上回る三刀流でいきたいと思います。はい。というわけで、まあ、今からさっきの釣り具屋さんは餌とか仕掛けが売ってなかったから、もうほんまにルアー専門みたいなとこらしくて、なので別の釣り具屋さんに行って、まあ、仕掛けは何個か持ってきとるから、足りへんかったら仕掛けを買うのと、あとは餌を買おうかなと思います。はい、あとはもうとにかく天気が晴れを続くことを願って、もう晴れが続いたらこれまたもう四刀流。よし、買ってきました。よいしょ。はい、とりあえずなんかホッケっぽい仕掛けと塩磯目と鈴、一応買った鈴と、なんかこういう仕掛けを一旦こうしまうときになんか引っ掛けるやつ、これを買いました。そんな感じですね。釣りするぞ。はい、釣り針到着しました。今ちょうど10度ぐらいかな。そんなに寒くないかも。今めっちゃ薄いヒートテックにロンティーに普通のあのデニムなんですけど、全然ちょうどいい。でもなんか天気予報とか見たら夜は多分1度とか2度とかになる予定です。やばいぞ、4月末というのに冬を感じれるぞ。最高やん。今回のなんか冬全然あの何寒くなかったから、寒いのが嬉しいかも。冬を味わえます。一応ダウンとかもあの持ってきました。ちょっと薄めのダウンやけど、あの寝る時とか寒かったら着ようかなと思って、あとちょっと冬用の手袋とかも一応持ってきました。よし、あと寝袋も。よいしょ。もう車中泊のプロなんで、どんな極寒でもいけます。今日休日やのに釣り人さんが全然いませんね。ここのポイントは釣れへんとかかな、もしかして。釣り具屋さんも人少なかった。そういえば釣りする人少ないんかな、もしかしたら。そんなことはないか。あとこのロッドケースにネックウォーマーとニット帽と毛布まで持ってきました。毛布一応ね、一応念のために。あとここにも長靴も入ってる。なんか天気悪そうやったから長靴と、あとは竿をね、何本やろ、4本持ってきてます。今回は4本持ってきてます。よいしょ。もういきなり狙います。ホッケとアメマス、サクラマス。だからルアーはシーバス用でいいと思うね。こういうシーバスで普段から使っとるこういうルアーでいいと思います。これをルアー用にして、餌はホッケ仕掛け、これで使ってみようか。よし、で重りもあるから、また飛行機重量オーバーしてましたわ。
また追加料金払った。ほんまに追加料金ばっかりやんけ。もうちょっとなんか重い設定にしてくれへんかな、飛行機さん。ちょっと20キロは絶対収まらへんよ。20は無理ですわ。で、塩磯目つけて投げます。塩磯目はですね、こんな感じでこうなんか乾燥してくれてるんですよ。こうだからめっちゃつけやすいし、餌持ちもいい。あの虫嫌いな人やったらこれ絶対触れると思う。よいしょ。ほんじゃ投げたいと思います。投げたいと思います。よしいいね、かわいい。掘ってきますように。待って、急に大荒れやねんけど。風よ。車内におってもこの聞こえるもん、この風の音。嘘やろ。風向き変わるだけでも全然やりやすさが違うからな。あとは天気はなんとか大丈夫そうな気がするけど。ジグにしようかな。一気に移動しようかな。であんまり夜中とかに移動しすぎたら、あの野生動物がいっぱい出てくると思うから、ちょっとまだ明るいうちにパパッと移動して、でお風呂見つけて、あれやな、釣りしようかな。はい、という感じで移動します。はい、1時間半ぐらい走ってお風呂到着しました。今日はここに入りたいと思います。はい、というわけでお風呂に入ってすっきりしてきました。そろそろ。はい、で今ポイントに着きましたで風もまあそんなになさそうなんですけど、ちょっと雨が降ったり止んだりっていう感じでしてます。ちょっとまあ夜なんで餌だけで行こうかなと思います。ルアーは一旦やめといて、餌だけで行こうかなと思ってます。で、餌を、まあ、2、3本出して、誘うじゃないかと思います。で、日曜日やのに、ほんまに釣り人さんがおらんくて、どこ行ったんみんな。っていう感じです。なんかあの、よくあるドラマのヒロインみたいな。なんか自分しかおらん、みたいな感じの。世界になってます。はい、ってなわけでやっていきましょう。ちょっと待って、めちゃくちゃ激アツポイント発見した。ちょっと待って、めっちゃこの木はめっちゃ泳いどるねんけど。え、こんなことある？ちょっと待って、どうやって狙おう。いっぱいおるわ、普通に。
まあ、でもどうやって寝よう。見て泳いでます、泳いでます。ヒラメかカレイか、え、てかもう一個手前にもおるやん。え、こんな手前にヒラメカレイおることある？見て、ここで眠っとんねんけど、て見えるかな。見て眠っとる普通に。ほら2匹おる。ちょっと餌落としてみよう。ほら見て、あ、どこ行った。ほらもう一匹おるわ。ほらすごくない？あ、もう一匹おる。ほらめっちゃおるやんこれ、すごっ。ちょっと待って、逆にこんなに急に出てきたらテンパるわ。こんな光景見たことないねんけど。ちょっと待ってよ、慎重に行こう。ちょっと暗いから警戒心は弱いはず。絶対釣ると、うう、よし。とりあえずもう一個の竿は投げときます。よし、こっちで投げとこうか。ついとるぞ。あ、離したか。くえ。食ったわ。あ、くそ。食ってきた。食ってきたよ。ちょっと待って。ちょっと待って、これカメラマンおったらな、食うとこ撮ってもらえんねんけどな。でもこの食う瞬間みんなに見せたいな。やばいで、こう壁にひっついとるやん。で、カナが餌この辺落とすやん。ほんでもうこうやって反り返って食べてきよるもん。そう、ちょっといやー、これ釣りたいな。釣りたい。よし、頑張るぞ。よし、ジグに磯目をつけて狙ってみたいと思います。お、めっちゃ食っとる。めっちゃ食ってくる。やばい、これめっちゃ食ってくる。よし、取れた。釣れました。よいしょ、やっと釣れた。めっちゃ食ってくるからめっちゃ面白い。まあ、ちょっとまだこの子はちっちゃいのでリリースしたいと思います。すごい、裏の柄もこんな、すごい。ありがとう、バイバイ。よいしょ、イエイ、元気に泳いでいきました。あ、めっちゃ粘ったわ。ちょっと針がな、3本針で大きいからちょっと食いづらかったんかもしれへんけど、めっちゃ食ってくる。いや、最高に面白い。あれやな、明るくなってきてからまたホッケとか別の魚狙いたいから、今の釣れへん時間帯は一回仮眠して、朝からまた釣りしようかな。あ、楽しかった。こんな光景見たことなかったから、まさかこのジグに餌つけて食うとは思わんかったな。というわけで、ちょっと一旦車の整理もして仮眠して、今何時やろ、今2時なので朝までちょっと仮眠して、朝からまたやろうかな。化粧もやり直してやりましょう。というわけで一旦終わります。グッナイー。